はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。本日2023年7月28日は皆様何の日かご存知ですか。そうですね、本日は2023年の7月の最終金曜日、つまり2023年の世界コアラの日ですね。毎年7月の最終金曜日はオーストラリアコアラ基金が定めた世界コアラの日となっております。というわけで今回は世界コアラの日にちなんでコアラ系玩具を紹介したいと思っております。で、今回ご紹介いたしますのはこちらですね。ハピネットから発売されておりました動物大百科動物ソフト人形シリーズのコアラでございます。こちらがですね、ハピネットが大昔に展開していた動物ソフト人形シリーズといういろんな動物をソフビ化するシリーズがあったんですけど、まあ、その中の一つですね。ハピネットの動物ソフト人形シリーズはこのコアラ以外にもゾウとかサイとかシカとかレッサーパンダとか、まあ、いろんな動物が商品化されていたんですけど、今回は世界コアラの日ということでそれらの中からコアラを紹介したいと思っております。それでは実際のブーツの方ですね、見ていきたいと思います。はい、というわけで動物大百科動物ソフト人形シリーズのコアラの見た目はこんな感じになっております。で、お顔の方はこんな感じで、まあ、造形自体はかなり緩いですね。この毛並みの表現なんかは割と頑張ってると思うんですけど、でも全体的なプロポーションとかお顔の造形とかを見るとちょっと気の抜けた感じの印象を受けます。で、本体は青っぽいグレーの成型色でできていて、その上から各部塗装をされております。塗装箇所は塗ってほしいところは大体塗装されてる感じですね。で、このグレーの成型色で全身に体毛が造形されておりますので、間延びした印象は全然ないですね。密度感は結構高いと思います。あと、指の数もしっかりと再現されております。あとね、これサイズがそこそこの大きさしてるんですけど、このサイズ感はシンプルに嬉しいですね。まあ割と存在感のあるサイズとなっております。はい、というわけで動物大百科動物ソフト人形シリーズのコアラの見た目はこんな感じでございました。続きまして可動ですね。可動箇所は全身5箇所、間着部分が可動するようになっております。まず頭部が左右に回転可動、それから両前足が前後に可動、さらに両後ろ足も前後に可動をするようになっております。はい、というわけで以上が動物大百科動物ソフト人形シリーズコアラの可動でございました。まあ、いかにも装備といった感じの可動でめちゃくちゃよく動きますみたいな可動では全然ないんですけども、頭と手足が動くので結構遊べますね。特にこのコアラは首が回転するおかげで表情付けがしやすくなっているので、シンプルな可動ながらなかなか楽しめるアイテムとなっております。それからタグの方はこんな感じになっております。コアラの写真と解説が載っております。サイズの方を見ていきます。比較対象として隣にだいたい12分の1スケールのアクションフィギュア SH フィギュアーズのボディ君を並べるとこんな感じになります。ボディ君と並べるとこの動物ソフト人形シリーズのコアラはコアラのフィギュアとしては結構なサイズをしているのが伝わるんじゃないかと思います。それから稼働する動物ソフビということで、海洋堂のソフビトイボックスシリーズのゴリラと比較するとこんな感じになります。このゴリラはソフビトイボックスシリーズの第1弾アイテムなんですけど、最初期のソフビトイボックスシリーズってこれくらいのサイズでお手頃な価格でそこそこ稼働して造形クオリティは高めっていう、ハピネットの動物ソフト人形シリーズをパワーアップした感じの商品を展開していたんですけど、後発のアイテムはやたらでかいとかあんまり動かないとか結構高いとかで、当初の方向性からちょっとずれた感じになっちゃったのは残念ですね。はい、というわけで今回は2023年の世界コアラの日にちなんでハピネットの動物大百科動物ソフト人形シリーズのコアラを紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、かなり古い商品かつお子様向けの玩具ということで造形はかなり緩いですが、この商品は実はかなりのオンリーワンの魅力があるものとなっておりまして、というのもこれくらいのサイズでそこそこ稼働して気軽に手を出せるお値段の、そうこれ元々のお値段も600円ぐらいで結構安いんですけど、一時期100円とか200円とかで投げ売りされてて爆安で買えた時期もあったんですよね。まあ、そこまで激安とかじゃないにしても比較的お手頃価格でかつリアル思考のコアラのフィギュア、こういう商品って実は全然ないんですよね。
本当にこの動物ソフト人形シリーズのコアラくらいしか僕は過去に見たことがなくて、なのでこの動物ソフト人形シリーズのコアラは大昔の商品なんですけど、未だに替えの利かないアイテムとなっております。こういうそこそこのサイズにそこそこの稼働にお手頃価格の動物ソフビっていう商品は、海洋堂のソフビトイボックスシリーズの最初期のアイテムがそういう路線でやっていて、僕は当初ソフビトイボックスシリーズの展開にめっちゃ期待してたんですけど、結局その後のソフビトイボックスシリーズはそういう方向性じゃなくなっちゃったので、まあ、かなり残念でしたね。逆にこういう方向性のおもちゃ、そこそこのサイズでそこそこ稼働してお手頃価格の動物ソフビ、まあ、例えば大型哺乳類なら12分の1スケールくらいのフィギュアと絡めて遊びそうな感じのサイズ感の稼働する動物ソフビ、動物フィギュアって、まあ、なくはないんですけど、気軽に手に入る感じのやつってパッと思いつく限りでは存在してないと思うので、これね、個人的に結構商品展開の狙い目というか、まあ、アニアとか生き物大図鑑みたいなノリで商品展開してくれたらそこそこ売れそうな気がするんですけど、まあ、どうですかね、まあ、僕みたいな素人が願望を語っても何の説得力もないし、現状そういうのが流通してないってことは多分売れんのやろうなって気はするんですけど、僕は欲しいです。ソフビトイボックスシリーズみたいなノリのリアル志向のコアラのソフビみたいなのが出たら、まあ、多分ね10体ぐらいは買うと思いますんで、どこか出してほしいです。はい、願望を言うだけのマシンになり果ててますね。まあ、そんな感じで、このハピネットの動物ソフト人形シリーズ、実は替えの利かないタイプの商品で、オンリーワンの魅力がありますので、さすがに今から手に入れようとしても、だいぶ古い商品ですので、もう市場に流通してないと思いますけど、中古ショップなんかで見かけた際には、ぜひ一度手に取ってみてほしいですね。はい、というわけで今回はこんな感じでございました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。また来年の世界コアラの日にお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら。バイバーイ。